2015年3月、羽田東京国際空港。私たちはこれまでに受賞された方たちにお会いするため、2泊4日でカンボジアへ向かいました。あ、どうもこんばんは。安倍昭恵会長に今回の訪問について尋ねてみると。カンボジアで活躍をされていらっしゃるような日本人の方にもたくさん目にかかれるということで、いろんな方とお話できるのを楽しみにしています。そして今回の視察には女性団体である日本財団の緒方理事長にもご同行いただきました。日本からおよそ4300キロ離れたアンコールワットの遺跡で有名なカンボジア王国。深夜に飛び立った一行は翌朝カンボジアシェムリアップ国際空港に到着。何やら大きな荷物を運んでいる安倍会長。これは今回カンボジアの NGO 団体に寄付するため日本から運んだ車椅子なんです。遡ること一月ほど前、この車椅子を運ぶにあたり安倍会長は事前に東京都練馬区にある NPO 法人希望の車椅子を訪れていました。ここは日本国内で不要になった車椅子を回収し、ボランティアの手で修理や整備、そして新品同様に磨き上げた車椅子を海外の人たちに送っているのです。今回私たちはカンボジアに4台の車椅子を運ぶお手伝いをいたしました。カンボジア到着早々、一行が訪れたのは市内から車で40分ほどの村にある NPO 法人カモノハシプロジェクトが運営する民芸品工房コミュニティファクトリー。カンボジアにおける児童買春や人身売買問題をなくすために活動を行っているカモノハシプロジェクト。このミシンを使うっていうこのコースも女の子たちにとってすごい人気があります。貧困のため売春でしか生計を立てられなかった少女たちに働く場を提供しています。将来何になりたいとかいう夢があるんですか？販売、お店を出して販売がしたいです。自分結婚もしたいです。頑張りください。今日は見ないよ。したいけど誰も。2008年に14人の女性でスタートしたこの工房、現在97人の女性が働き収入を得ています。続いて一行が訪れたのはカンボジア孤児院ダルマアー育園。この場所はもともと僧侶であった内田浩二さんが地道に寄付を募り、5年の年月を費やし1992年に開設された孤児院。カンボジアに訪れた内田さんは汚れた川の水を飲んでいる子供を目の当たりにし、子供たちに清い水をと単独で井戸を掘り始めました。そしてこの井戸掘り活動を通じ、長い戦乱で孤児となった子供の世話を頼まれ、養女3人を引き受けたのがこの孤児院の始まりでした。おいしい。ありがとう。内田さんは子供たちに看取られこの施設で2年前に他界。現在は奥様のソリカさんが内田さんの思いを紡いでこのダルマ愛育園を切り盛りしています。別れに後ろ髪を引かれながらも視察初日を終えたのでした。カンボジア視察2日目。この日の午前中はアンコール遺跡を見学。長期にわたり行われているアンコール遺跡の修復作業には
日本の救済チームも参加しています。続いて向かったのは山本日本語教育センター。1996年に開校したこの日本語学校はカンボジアの復興、そして経済的自立が図れるよう山本宗男さんが私費を投じ設立しました。現在カンボジアに多くの日本語学校がありますが、この山本日本語教育センターのように無料で日本語が学べるのは珍しいそうです。金は恋をできないお坊さん。何やるんですかお坊さん。日本に来てください。はい。これまでに500人の生徒が卒業し、9割以上の卒業生がツアーガイドなど日本語を活かせる職業に就いているそうです。次に向かったのはカンボジア国内で一番のマンモス公立小学校。到着すると大勢の生徒たちが出迎えをしてくれました。そしてこのワットポー小学校に校長のアドバイザーをしている一人の日本人女性がいます。アナコットカンボジア代表、田中ちぐささん。2007年に初めてこの学校に来た彼女は、子どもたちへの音楽指導をはじめ、教員の指導など幅広く活動し、この学校にはなくてはならない存在なのだそうです。そして田中さんの活動は学校の外にまで及びます。今までカンボジアにはなかった家庭訪問を初めて行ったのです。貧困層の家庭の子どもは突然学校に来なくなるケースがよくあるため、定期的に訪れ家庭環境の状況を把握し、必要に応じてお米を届けています。カンボジアでは貧困のあまり子どもだけを置いて行方をくらます親たちも少なくありません。そんな子どもたちを保護するため、田中さんはこの建物を購入しシェルターにしたいと考えていました。リフォームしてもいいかなと思ったんですけど、女性と子どもを預かるので、うん、ちゃんと窓にできるものがあって、うん、っていうのにしようと。コンクリートじゃないと木だったら塗られちゃうので、うん、そして訪問から半年後、このシェルターの建設費を日本財団が助成することが決定。アナコットカンボジアの目標の一つが達成されたのでした。この日の夜、今回の訪問先の受賞者の方々と現地で働く日本人の方を招いて、安倍会長主催の夕食会が開かれました。カンボジア視察最終日に一行が向かったのはクメール伝統織物研究所。カンボジアの伝統絹織物に魅せられた代表の森本さん。長い戦乱で失われつつあったカンボジア独自の伝統織物クメール織の技法復活とその技術を若い世代へ継承する活動を続けています。で、手で引くっていうのは人間の体っていうのはリズムがあります。そのリズムが糸に入ってくる。だから出る風合いっていうのはあるんです。でもこれすごい大変な作業ですね。一月やって、うん、4メーター分の糸がやっと用意できる。3日間にわたって行われたカンボジア視察もこれで終了。カンボジアで活動されている方たちと直接触れ合った安倍会長はどのように感じたのでしょうか。カンボジアの方たちのために自分を犠牲にして頑張っておられるですけれども、でもそれがこうやってあげてるとかではなくて自分の喜びにもなっていて、いつかは自分がこう手助けをしなくても自立をしていってもらえたらいいなということを皆さんがおっしゃっていたのがとても印象的でしたね。
そういう方たちの活動を知ることによって、また普段そういう活動に関わってない方たちも、まあ、自分も何かできるんじゃないかなっていうふうに思っていただければいい世の中ができるのではないかなっていうふうに。